まーちゃんおはようございます。おはようございます。いよいよ始まりそうですね。そうですね、初の CT を見れるんで生で楽しみです。むちゃくちゃ楽しみです。結構寒くないですか今日？いや、むちゃくちゃ寒いですね。こういう日は多分風が整っていいっぽいんで、はい、まあ、とりあえず準備して今日は 、はい、何食べるんですか？さ、今日はあの日本から持ってきたどん兵衛と、あ、どん兵衛あとあのゆで卵作ろうとしたんですけど、はい、置いた時に割れちゃってなんか変な糸みたいなのがニョロニョロニョロ出てるっす。なるほど。じゃあ今日も絶好調ということで。絶好調です、はい、よろしくお願いしますお願いします。おはようございます。今日はね、かなり早く起きまして、レクサスパイププロのね撮影などをやりに行きたいと思います。まあ、僕なりの観点、そしてね解説などをね入れて、日本の方にも分かりやすく説明などできたらいいなというふうに思っております。まあ、ルーキーの選手であったりベテランの選手であったりね、多分かなり白熱した戦いが見れると思うので、皆さんぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。時系列的にちょっといろいろずれちゃったりとかして、まあ、めちゃくちゃになっちゃうかもしれないんですけども、まあ、ハワイ編ということでね、いろんなパターン あのセッションを楽しんでもらえたらいいなというふうに思っております。というわけで準備して会場へ向かっていきたいと思います。レクサスパイププロ、ついに1ヒート目がスタートしました。さあ、注目のヤゴドラ選手とケイド・マトソン選手、ルーキーがね1ヒートに1人はねクレジットされてくるので楽しみです。今日のコンディションはですね、セットで8フィート近くあるかな、6 to 8フィートぐらいで、まあ、かなり見応えのあるコンディションになっております。最近までね、温床が吹いてたんですけども、コンディション整ってきて、今日はね、クリーンな朝を迎え、70名以上のね、サーファーが練習を朝しておりました。そしてお隣のオフザウォールでは、日本人サーファーたちがクレイジーなチャージ、クレイジーウェーブを狙って待っております。たまにね、多分良さそうなブレイクも来るので、それを狙っているんですが、かなりオフザウォールもマックスサイズとなっております。僕も昔ね、よく試合がある時にここでやっておりましたが、あの恐怖感、スリルはね本当に忘れられないですね。結構な人数入っております。オフザオールではとんでもないデカさです。この裏もヤバそうですね。うわ、でかい、引きで取ってこの大きさです。うわー、うわー、ヤバい、スピッツアウトです。ゼッケンブルーというかブラックはマッシュ選手ですね。南アフリカの中部が得意な選手、タヒチでもね、テンポイントを出したりとね、すごくテクニック的にもね、バレルライドが得意な選手の一人です。そしてセカンドリーフが割れております。さあ、ジェットスキーも右に避難しておりますが、さあ、どんな波がやってくるのか。さあ、ホワイトはね、かなり右の方に、そしてレッドは左の方にいますが、裏は割れてしまうのでどうなるのでしょう。とんでもない波が割れております。激しいパイプラインがむき出しとなっております。この裏、あ、手前で乗りました。これは割れてしまうかな。選手がどこにいるのか分かんない状態になっております。すごいセットが割れてきてしまったので、さあ、皆さんどこにいるのでしょうか。あっと、正面にいますね。2人ともうまく パスできているような状況ですね。スコアが聞こえないのですが、このマッシュ選手が2本揃えております。後ほどちょっとルイ君が来たらスコアが分かると思うので、待っている状況となっております。わー、やばいセット、わー、食らっちゃったんじゃないでしょうか。今ちょうどピキピキのセクションがやってきてがっつり食らっていたように見えます。さあ、大丈夫でしょうか。うまくパスしております。さあ、そしてね、ゼッケンブルーもしくはブラックのね、マシュー選手、1本目が 5.17、 そして多分先ほどのねパイプのライディングが 7.17 とね、すでにトータル12点ぐらい揃えている状況となっております。さあ、本日はね30分ヒートで行われているようです。
3人ヒートで30分見てる人はね長いなと思うんですけど、この入ってる人はね本当にあっという間にね終わってしまうようなコンディションです。未だにまだマシュー選手しか乗ってないので、ホワイト、レッドの選手ねまだスコアしてない状況です。皆さん見ていて早く乗れよって思いますが、これが意外と乗れなくてね怖いし決めれないしっていうね、ダブルで辛い状況となっております。ケイド・マッツソン選手がバックダウンの波をスコアして 4.5 ポイントスコアして、ヤゴドラ選手がパイプ抜けたのが 3.17 かなスコアしている状況です。マシュー選手が今打ち切りの1位という状況ですね。残り時間もねそろそろあと10分少々となっている状況です。さあヤゴドラさん乗ります。セットが来ております。さあかなりクレイジーなコンディションとなっております。さあヤゴドラのラストのパイプの抜けたライディングが 5.83 をスコアして、これで多分2位にジャンプアップしてきて、ケイド・マトソン選手がまだ1本しか乗れてない状況なので、ここでね多分彼はバックダウンの波を狙ってくるのかちょっと待っている状況です。さあこのラウンドは2人がラウンドアップできる状況です。さあ1人だけねラウンド2に落ちてしまうので、なんとしてでも2位以上に入りたいところです。あーと抜けれませんでしたが、さあマシュー選手は今1位の状況です。やーばーやっばーやっばーさあケイド・マトソン選手凄まじい波でねフリーフォールしておりました。強烈なワイプアウト大丈夫でしょうか。次のヒートの選手、ガブリエル・メディーナ選手がスタンバイしております。さあ対するはもう1人入っていったんですが、ブラジルの選手、そしてブラックはカーラン・ブロブソン、オーストラリアのすごいビッグチャージをしていく選手です。メディーナ選手は優勝候補筆頭、僕もね CT 予想ではファイナルに残る選手として選ばさせていただいております。すごいセットが来ております。引き続きすごいコンディションでのパイプラインの試合が見れております。さあっと、さあこれでケイド・マトソン選手はもう1本が決めれず終わってしまいました。さあヤゴドラ選手、そしてマシュー選手がラウンドアップです。1本目はカーラム・ロブソンがパイプラインでチューブ抜けてきます。このヒートはガブリエル・メディーナ、そしてデイビッド・シルバー、でカーラム・ロブソンの3人ヒートです。さあガブリエルがどんなライディングを見せてくれるのか楽しみです。カーラム・ロブソンの1本目は 1.77 スコアされました。こっちから見てるとね、チューブに入ってるように見えたんですけど、おそらくジャッジ側から見るとね、入ってなかったのかなと思います。かなりコンディションはいいので、すごいライディングを期待したいと思います。波は入ってきているのですが、あまりね、こうポテンシャルがないとみなして、みんなスルーしていますね。かなりでかい一本を狙ってるのかなと思います。さあ、行きます。さあまたもやカーラム・ロブソンがバックドアで抜けていきます。そしてカーラム・ロブソンの2本目が 3.67 スコアされています。バックドアに乗っても 3.67 かなり厳しいです。お、また行きます。さあガブリエルがプライオリティを使って乗っていきますが、ここはチューブに入れません。すごいインパクトなところで
降りていましたが、ガラムロブソンのボードは無事そうですね。葉っぱじゃないところで落ちてました。これはまた試合の難しいところですね。プライオリティがあるので、いくらピークにいても波に乗られてしまうこともあります。さすがガブリエル・メディーナ、うまくボードをコントロールしてチューブ入っていきます。かなり難しい波だと思うんですけど、すごいですね。さすがです。でかいうねりが入ってきているように見えます。このセットはいい波になるでしょうか。さすがの一言に尽きるライディングを決めてきました、ガブリエル・メディーナ。半端じゃないディープなとこから抜けていきます。さあ、やはり見応えがありますね。見ててちょっと鳥肌立ちましたね。これも抜けてくるのかと。でかいの入ってきてます。さあ、やばいですね。引きで取ってこれですからね。ちょっと人いないと分かりにくいんですけど、もう8、10フィートぐらいの波がバンバン入ってきてます。ガブリエル・メディーナの先ほどのパイプラインのライディングが 8.33 スコアされました。やはり強いです、ガブリエル・メディーナ。ガブリエルのバックアップが 2.50 ですね。チューブに入っていたんですけど、そこまでスコアは伸びません。現在第1位がガブリエル・メディーナ、そして2位がカーラム・ロブソン、そして3位デイビッド・シルバとなっております。さあ、これはスルーします。おー、かなり良さそうですが、ちょっと出口が閉じてしまいます。このパイプラインの右側のインサイドの方に砂がついてしまっているので、出口がね、少し閉じてしまう波が多いですね。この砂が全部取れると、もうパイプラインもね、ばっこり最後まで穴が開いた状態でね、割れていくのですが、なかなかこの砂が取れませんね。バックドアの方が多いのかなと思ってたんですけど、今日はパイプの方がほぼほぼ波は来てますね。バックドアはもうほぼダンパーになってしまっています。ガブリエルがまたも波に乗っていきます。入り方すごく綺麗だったんですけど、前から波が割れてきてしまいましたね。スピード的には余裕で抜けてましたね。波も読みながら乗っていかないといけないので、かなり難しいと思います。さすが CT 選手です。乗りそうです。さあ、デイビッド・シルバもパイプラインでチューブ抜けていきました。これはさすがに乗りませんでした。デイビッド・シルバのラストライドが 1.77 ですね。なかなかスコアが伸びません。パイプラインはもう本当に綺麗なチューブに抜けないと。ガブリエルがまた抜けていきます。ああいう感じでね、綺麗な波に乗ってかなりディープなチューブライディングを決めると、スコアが伸びていきます。さあ、そして奥に見えるのはケリー・スレーターです。さあ、ちょっと人が被ってますが、今次のヒートでね、入っていきます。半端じゃない、カーラム・ロブソンが半端じゃないパイプラインのチューブ抜けていきました。おそらくこれはヒートハイエストになるんじゃないでしょうか。でかい絶対いってますが、これはスルーします。あ、これ奥から行けしたらかなり穴でかそうです。ガブリエルのバックドアで抜けたチューブが4点とスコアされています。ここはスコアあまり伸びませんが、バックアップを伸ばしていきます。カーラム・ロブソンのスコアが気になるところです。カーラム・ロブソンのラストライドが 9.0 スコアされました。さあ、ここでカーラム・ロブソンが1位にジャンプアップします。
カーラム・ロブソンとデイビッド・シルバが2本連続で決めていきます。さあカーラム・ロブソン、ここでバックアップを伸ばしてまた差を広げそうです。さあラブゲル、あーこれは乗りません。うわー、おースピッツ吹いてました。ただここはスルーします。さあ残り時間が30秒と迫ってきております。カーラム・ロブソン、このまま1位でこのラウンドをアップしていきそうですね。さあこれがラストチャンスです。さあガブリエルが抜けていきますが、このヒートはおそらくカーラム・ロブソンが1位で、2位がガブリエル・メディーナ、そして3位デイビッド・シルバーじゃないでしょうか。こちらはカーラム・ロブソンの1位アップです。さあまーちゃん、試合観戦最高っすね。めちゃくちゃ楽しいです。次いよいよジョンジョン・フローレンス出てくるんですけど、僕の優勝予想の優勝予想ですね。ジョンジョン、どうっすか、まだ1回も見れてないもんね。1回もまだハワイに来て見てないです。楽しみです。いやむちゃくちゃ楽しみです。1回もやんなくてもできちゃうっていう。いや多分もうあの人は全てを知り尽くしてる。全てを知り尽くしてる。まあグーフィーもレギュラーもどっちもいけちゃうから、はい、ちょうどマリネックス入ってます。そうっす、応援しましょう。応援します。ついに始まります。ホームでのスーパーヒーロージョンジョン・フローレス&ヒートが始まりました。ゼッケンレッドにクレジットされております。そしてゼッケンブラックにジェイク・マーシャル選手かな、そしてホワイトに多分カイオ・イビエル選手、ブラジルの、ね、バレルが得意な選手です。さあどんなパフォーマンスが見れるのでしょうか。いとも簡単にチューブを抜けていくジョンジョンさんのライディング素晴らしいです。普通だったら下に落とされたりとかしてね、かなり難易度の高いポジションをキープしてのバレルライドでした。ジョンジョンの1本目が 1.5 ポイント、そして今乗ったパイプでの、ね、ライディングが 4.5 ポイントをスコアしました。さあプライオリティを関係なくどん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 スコアをねこうビルドアップさせていくようなパフォーマンスを見せていく、そんな感じがしております。スーパーロングチューブを惜しくも決めれなかったのがカイオ・イベリ選手、彼はね本当にクセモノだけあってね、今チューブもねそのまま抜けてしまえばね決めれそうだったんですけども、ロングチューブを狙ってね惜しくも失敗してしまいました。素晴らしいテクニックの詰まったライディング、しっかりとねプライオリティを待ってねチューブライディングにもちろん包まれていったのも素晴らしいんですが、まあ、チューブのね深さ、ポジション、そしてね普通だったら抜けれないんですけどもね、ちゃんとね中からねつくねあのスキッツをねうまく利用してね飛び出していったのもさすがでした。さあこれは何点出てくるのでしょうか。ジョン・ジョン・フローレンスさんのラストライブと 8.33 をスコアして1位のポジションです。トータルスコアが 12.83 と差を広げてあります。ここで育った気があって、どんな時もどんなコンディションもね確実にエクセレントのスコアを出してくるのがジョン・ジョンさんの凄さです。ジェイク・マーシャルの先ほどのねかなり刺されそうになったテイクオフでメイクしてきたバレルライドが 3.77 をスコアしております。さあセットが来ております。
さあ今のカイオ・イベリ選手の素晴らしいバックハンドテクニックを披露したライディングが 7.5 ポイントをスコアしました。さあこれで乗っていきます。ジョンジョンのラストライドがすごかったです。これは何点出てくるのでしょうか。どこから取っててもね、パフォーマンスのスキル、そしてねこうタイミングであったりとか、こう止めるとこ止めてスピードが出るとこフルスロットルで、ね、駆け抜けていくあのパフォーマンス、さあ何点出てくるんでしょうか。ジョンジョンのラストライドが 6.87 をスコアしてバックアップを上げて1位のポジション、そしてジェイク・マーシャル選手も 6.6 をスコアしてさあカムバックしてきました。さあそしてジェイク・マーシャル選手が今2位にジャンプアップしてきましたが 8.60 が必要な状況となっております。さあジョンジョンが今1位のポジション、そしてカイオ・イベリも同じく結構スコアが必要な状況です。多分7点台が必要な状況だと思います。ジェイク・マーシャル選手 8.6 が必要ですが、かなり素晴らしいバックドアのねテイクオフからのメイクを見せてくれました。さあジョンさんはちょっとジェイク・マーシャルに近づいてきている模様です。ジェイク・マーシャルがラストライド 7.87 をスコアしてムードポイントをさらに縮めてきた模様です。さあもう1本7点台が必要な状況ですが、残り時間はあと3分を切っていて、かなりクロスの戦いになってきました。見応えがあります。ジェイク・マーシャルは 7.34 が必要なスコアだそうです。さあジョンジョンはプライオリティを持ってさあどんな波を狙ってくるのか。さあ残り時間も少ないです。終了しました。さあ最後カイオも決めれなかったのでジョンジョンが逃げ切り勝ちです。さすがのパフォーマンスでした。現場はめちゃくちゃ盛り上がっております。さあ今ねルイ君が撮影をして撮ってもらっているんですけども、ビーチはこんな感じでねびっしり盛り上がっております。さあそしてお抜ける、抜けるとこうやってね盛り上がっていくところもこのハワイのいいところですね。このヒートで撮影は終わりにするんですが、さあホワイトにイーライ・ハネマン選手、そしてレッドは日本のコナー・オレアリ選手、そしてブルーにカノア・イガラシ選手と、まだね来てないんですがかなり面白いヒートとなっております。さあカノアさんも入っていきました。さあこのヒートは1位で勝たなくてはなりませんが、さあかなりハイレベルなヒートとなっていくそうです。どんなヒートになるか楽しみです。スタートしていきます。レッドにコナー・オレアリ選手ですね。さあそしてブルーにカノア・イガラシ選手、ホワイトがイーダイ・ハネマン選手と、かなり面白いヒートとなっております。日本人2人とハワイアン1人の対決となっております。まずはコナーが開始早々いいバレルライドを決めてきました。さあ今のが何点出てくるか楽しみです。今の決めれるねインサイドで食らってしまっています。ただすんごいでかい波でのビッグドロップでした。決めてたらすごいスコア出てたんじゃないでしょうか。
コナーの1本目が 3.17、 そして先ほどの波が 0.5 ポイントとなっております。さあ、 E 台のスコアはまだ出てません。カノアさんは今プライオリティを持ってピークで待っているところです。おそらくですが右側のバンクから行くのでバックドア狙いなのではないかなというふうに思っております。さあ、 E 台のスコアが 1.6 ポイントとなってます。決めてたらね、何ポイントは確実に出てたんじゃないかというね、ドロップからのチューブライディングだったんですが惜しくも決めれず、今度はね左の方に移動していっております。カノアさん、バックドアでしっかりと1本目から決めてきました。あ、何点出てくるでしょうか。まあ、今のところね、一番いいライディングだったのでスコア出てきそうです。カノアさん、1本目のライディングが 5.17 をスコアしました。さあ、いいスタートだと思います。さあ、ここでね、もう1本決めていきたいところです。惜しくも波が崩れてしまいました。さあ、すぐ戻っていきます。さあ、セットも来ておりますので早く戻らないとまた食らっちゃうような状況となっております。とりあえずは大丈夫そうですね。はい、イーライさん、やばいです。この裏とかも食らっちゃいそうですが、さあ、どうでしょう。ピークの方は坂野さんが行きます。イーライうまくパスしております。超ギリギリのセクションです。こんな波食らいたくないですが見事にパスしております。さあ、現在のシチュエーションは1位にカノアさんが 5.1 のあと 0.63 でトータル 5.8 ポイントで1位のポジションです。そしてコナーさんが今2番で 3.17 を持っていてバックアップがない状況で、今 2.64 を出すと1位にジャンプアップしていきます。コナーさん、惜しくも今チューブライディング入ったんですけども、抜ければねいいスコア出そうだったんですが惜しくも決めれず。さあ、そしてカノーさんがねラストライドで 2.33 をスコアしてバックアップを少し上げて伸ばしております。さあ、コナーさんがニードスコアがね 4.34 という状況、イーライはまだスコアが必要な状況で 5.9 以上が必要ですね。今プライオリティはイーライハネマンが持っております。さあ、イーライがラストライドで 6.83 をスコアして一気に1位にジャンプアップしました。さあ、カノアさんもこれで2位のポジション、 3.27 が必要の状況です。さあ、コナー選手も5点以上のライディングが必要です。 5.3 以上のライディングが必要となっております。さあ、今カノアさんがファーストプライオリティで残り時間がねあと5分を切ったところとなりました。さあ、イーライ選手がラストライドで 2.87 をスコアしてさらにバックアップを上げてヒートリードしております。カノア選手が必要なスコア 4.54 が必要。さあ、コナーさんはね6点後半のスコアが必要となっております。うわー、ダメだ、終わってしまいました。さあ、イーライハネマンが1位で
ラウンドアップ日本の2人は負けてしまいました。いやー、ルイ君、カノアもコナーさんも惜しくもやられてしまいましたね。いや、やっぱハワイアン強いっすね。なんかイーライは練習の時から見てても、ね、なんか一人だけこう、まあ、ポジショニングもみんなとはちょっと外れたところなんですけど、うん、すごい波多分見えてたし決めてたし、なんかノリノリな感じあったんで、ね、やっぱそういう波を見つけるセンス的なところがすごい長けてる感じしましたね、はい、そうですね。最初の1本目もすごいところからテイクオフしてたんで、バカってさ、はい、あれ決めたらもうエクセレントスコア、今日一番点出せそうな感じだったんですけど、そんな感じだったんですね。でもその出す勢いがあるんで、うん、次のラウンドとかも結構やってくれるんじゃないかな。楽しみですね、はい、ルーキーの中でもそうですね、ちょっと一番勢いある感じですね、はい、いきそうですね、うん、はい、というわけで、すごいヒートがねたくさん見れて、もう今までとまた違ったねレベルの技などヒートがね見れてね、本当に2024年最初からね CT をね観戦できて、もう最高の環境に本当にありがたく思っております。まあ、今日はねラウンド1メンズを行いまして、この後もヒートはあるんですけども、僕がね注目しているヒートは終わってしまったので、これで撮影は終わりにしたいと思います。またねこの後コンディションがどうなっていくのかわかんないんですけども、また風が良ければね試合どんどんやっていくと思うので、見応えのある演技を皆さんぜひ楽しみに見ていってください。それではもう撮影しながら解説なども頑張ってやっていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録をしてチェックしていただけると嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。マジお疲れ様でした。お疲れ様です。いやすごい見応えのあるヒート、もうラウンドはほぼ見れたんで、はい、結構やばかったんじゃないですか。いやもうジョンジョンがやばかったっす。あ、ジョンジョンやばかったっすね本当に、うん、もうなんだろう、チューブに入る前から、うん、その見えてる波とか、うん、選んでる波とかが本当に、うん、全部ちゃんと抜けれる波っていうか、はい、でも自分がやっぱ海に入ったからこそ、はい、本当になんでそんな分かるんだっていう感じがすごかったのと、うん、やっぱホームでしたもんね、はい、あともうやっぱ中でストールの仕方っていうか、うん、スピッツが出た時にみんな結構出てる人が多いんですけど、うん、ジョンジョンだけはやっぱスピッツ出てもまだ出てこない。止めてたっすね。むちゃくちゃ止めてて、え、それで出てくんのみたいな、やっぱ見せ方もむちゃくちゃうまかったっす。やばかったっすね。まあ、またちょっとラウンド2は今日見れなかったっすけど、はい、ラウンド3からね、チェックしていきましょう。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。